チャオ、あっちゃんです。今日は、8月5日金曜日、今8時です。はい、夜8時です。今日9時からライブやとね、慌ててね、ご飯作って食べてシャワーしないとね、間に合わない。はい、子供会の会議があって、今行って帰ってきたところです。はい、バタバタしております。はい、では、晩ご飯作りたいと思います。はい、豚肉のロースカツ小。お昼にね、1枚使ったから3枚残ってんのね。それを、使いたいと思います。今日ね、もう、ゴミ出しの日やってゴミ出したんよ。で、ゴミ出したのに、忘れてたんよ。バナナの皮を袋に入れてあったのをゴミの袋に入れたつもりが落としてあったのよ。落としてあったっていうか入れ忘れてたんよ。うん、時々やっちゃうんやけど、だからバナナの皮のところにあれ小映えが湧いちゃって、でそれさっき気づいたんね、朝から捨てたつもりが。うん、で小映えがうろちょろうろちょろしてうざいです。はい、まあ小映えはね、害がないからね、別に大丈夫です。日本人がね、最近ちょっとね、この前ちょうどね、暇やったから本読んでたんよ。そしたらそれに、日本人は戦争に負けて、アメリカ米軍 GHQ が来て、それまでは虫がたかった食べ物なんて平気で食べてたのに、 GHQ が日本人に美食意識を植え付けすぎて日本人がダメになってるみたいな本読んでたんよ。それ見てたら、コバエなんて何の害もないって、コバエなんか普通に食べても問題ない、あいつらは菌持ってないとか、うん、それどころかもう銀杯がうじょうじょ湧いてたとか、ゴキブリなんか平気であったのを食べてるよみたいな、うん、それが日本人だったよみたいな見て、うん、確かになって、コバエって菌ないのなって、じゃあ虫嫌いやからこそ虫のことね、よくね本で見たりするんよ調べたりね、子供の頃からよく虫の本とか好きで読んでたよね。嫌いやからこそね、喋りながら言いましょう。はい、ね、だからこそ、どうしよう、ちょっと油をオリーブオイル垂らそう。いただきます。うん、だからこそね、そのコバエちゃんには菌はないよっていうのも知ってるからね、なんとも思わへんねんけどさ、見た目が悪いよね、コバエって、うざいのと。で、まあ、その日本人が GHQ 米軍のああいう慣習のもとでテレビとかメディアを使って洗脳されて、そういうものが食べられないとか、賞味期限にうるさくなったとか、最近の人間ちょっとその辺ピリピリしすぎかなっていうのもあんねんけど、まあ、別にほら、あっちゃんねるでそういうことを言ってるから言ってるんじゃないよ。あっちゃんはそういう、食文化で大丈夫じゃないのって思う。だってさ、タイとか、インドとかインドネシアとかね、ああいうね、まあなんていうのかな、屋台とかでやってるところなんか行ったことないわけだ。でも行った人に聞いたけど、屋台のところなんて平気で虫とか叩けるし、で食べ物、お金触った手で平気で生もんさばいて、するけど、この前もね、千原誠司が、どこやったんかな、あれ。どっか外国行ったら、タイは、なんか欧米人が一番、なんか行きたいっていう国らしいんだけど、そこの屋台に出て、なんか屋台のおばはんがお金に入れとったその手洗いもせんと食べて作ってるとか、あんな無理とか言ってたけど、全然そんなん昔、そんなね、50年ほど前、50年どころかね、30年40年前の日本人はそんなん食べてたからね、多分大事だと思う。そんなにピリピリするから最近のね、子供も大人も人もない病気にかかったり食事量かかったりするんだよね。人間もともとそうやって強い生き方してたら大丈夫ね。犬とかさ、ああいう野良犬とかだってさ、病気にならへんっていうのは過保護にされてるから、過保護にされてないから、だから飼い犬っていうのは過保護にされてるから病気になっちゃったりするよ。それと一緒で日本人が弱くなってるんですよ、人間ね。だからそんな気にしませんって感じで、はい、行きたいと思います。一緒
これで入れようかな。これで、ちょっとこれで豚はね、豚はなんとか菌があるから、よっぽど炒めようとか、なんだかんだ言うと食品が大丈夫とか言いながらもね、こういう菌の持ったものはよっぽど炒めようと危ないからね。マミちゃんマジのことで北海道高知の豚丼のタレ、これで絡めて食べたいと思います。どんな水分かな、わからへん。大さじ2ぐらいって書いてあったから、こんなもんかな。これをね、タレに絡めるように野菜をいっときましょう。カルスと人参とキュウリ、食べたいと思います。はい、豚丼の素で作った豚焼き豚です。焼き豚なんか用かな、焼き豚じゃあ豚の炒め物です。はい、はい、では食べたいと思います。いただきます。はい、熱い。はい、あ、ちょっと先ご飯。うん、うん、おいしい、やわしい。では出すか、出した、落ちちゃった。甘辛くて美味しい。これ野菜先乗せ、野菜と一緒にな、丼にして食べんね。野菜これ乗せて、あーやだこれ、人参入れ、野菜、人参、きゅうりも、はい、はい、これ人参と豚焼き、
菜と一緒にな、こうやって豚に乗せて丼に、丼にして食べます。どう、美味しいやろ。ほんまこんな作り方ちゃうかもわからへんけどな、北海道の豚丼。タイは豚丼やけど、美味しい。もっと合うな、このタレな。北海道美味しいもいっぱいあるな。北海道行きたいな、行くか。一回も取れないな。多分行ったら、癖になんねやろな、美味しいもんだらけで。豚肉って美味しいな、なんか香ばしくて。ゆっくりからあるやん、もののけ姫やな、見る？もののけライブでもする？ゆっくりみんな食べたらめんか。あの時見たからな、何回も。落としちゃって嫌い。今日ほんまカメラ見てないね、全然。ごめんごめん。暑くってさ、もう汗だくやん、うん、一度落としたら27度にしましょう。寒いやん。寒い？これ寒いの？そっか、ほんならこのままそっか寒いわ。じゃあ7度に戻して、何やねん、8度に戻しておきます。いつも暑かったりして。暑いな、いや、寒い。もう29度ある部屋、8度か。なかなかエアコンの温度計と温度計、エアコンの設定温度と温度計が合うこと珍しい。じゃん、湿度高いんやん、70% 超えてるやん。だから不快なんや。豚肉美味しかった。臭みがつきますね。油嫌いや。豚の油美味しいんだよ。牛の牛の油はちょっと粒になるけど、豚の油は結構いいよ。ここが痛くなる。ほんま？ここに置いとくな。でしまって。大丈夫だ。はい。ごちそうさまでした。何したらうまいんじゃん。あ、入れてもいいよ。量はタレの中、ご飯にタレご飯にしてんの。これは美味しいと思う。タレご飯をいけるよ、今日の。で、戻すの？これ食べるんですよ。ちゃうわよ、もう。食べてる時にはええねん。もう食べ終わったけど。ね。はい、ということで、今日まっちゃんと一緒に晩ご飯食べてくれてありがとうね、っていうことで、すぐにお風呂入るのは辛いから、ちょっとだけ、休憩して、胃が休まったら、シャワーしてライブに備えたいと思います。またね、バイバイ。